数学、理科、いずれかの教師あるいは塾講師を目指しています。おっと、後輩かな、そうすると。はい、はい、まあ、別にこれはその先生とかに限った話じゃないけど、あのね、やっぱ一緒に学んでいくもんなんですよね。一方的に与える関係じゃなくて。武田塾チャンネル。悩んでるよね、みんな悩んでます、うん、いやもう浪人生は本当このね1ヶ月終わってその後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、まあ、現役生はねまだ部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、あの部活終わってから勉強始めるんじゃなくてもう今から始めてほしいと思いますね、うん、できることをねちょっとずつって形で、はい、うん、まあ、その中でねもし迷うこととかあったらぜひ相談してほしいと思いますので、そのね受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 宮田先生、はい、今回の質問は何ですか？はい、今回の質問は、うん、地方国立教育学部1年です。数学、理科、いずれかの教師あるいは塾講師を目指しています。おっと、後輩かな、そうすると。はい、はい、で、生徒に質問されても困らない先生になるにはどのような勉強をすればよいでしょうか？なるほど、うん、なるほどね。いや、確かにね、質問されて答えられない、うんうん、ようなことが来た時ってどうしてます？ちなみに先生、私は、うん、もうどうしようもないのでやっぱり答えられない、どうしようもないっていうので、うん、じゃあちょっとその箇所調べてくるから、うん、じゃあ、ちょっと期限を決めて1日までに、うん、調べてくるから待っててねっていう形で、そうですね、はい、うん、答えてます。それはとても大事ですね、うん、いやどんなにこう勉強したって全ての質問に悩まず答えられる人はいないと、うん、ですよ、まあ、答えが出る質問だったらまだいいけど出ない質問だってやっぱあるじゃないですか、うん、だからこそやっぱ真剣に対応するっていうことをやってそれが相手に伝わるようにするっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなとは、うん、だからそれこそさっき話したけど分かんないってことになった時に分かんない聞くなみたいな感じでやられるとそれはって話にちょっともう質問したくなくなっちゃうかなとは思うし、だからって分かんないのに適当なこと言われてもやっぱそれもなんかなっていう感じするじゃないですか。ずっしり構えて、うん、どんな質問でも来いっていう気でいった方がいいんじゃないでしょうか。うん、はい、いざ分かんないできたらじゃあ一緒に考えようかみたいな、そうですね、バランスで言えばいいかなとは思いますね、うんうん、まあ、別にこれはその先生とかに限った話じゃないけどやっぱ一緒に学んでいくもんなんですよね。一方的に与える関係じゃなくて、それはどんな仕事でも多分そうだとは思うんですけど、例えば先輩後輩とかの関係とかでもそうだと思うんだけど、ここですね、なんていうかその受験とかで出てきただけでも同じなんだけど、なんか人がさ、例えば学校の授業とかで先生に友達が刺されてる時に自分も同じ質問されてるとか考えるみたいなところで成績上げるっていうのも割と重要っていうのは自分はたまに話してるんだけど、それと同じで先生としてそういうふうに困らないっていうのは多分いろんなことを考えてる人じゃないとやっぱり難しいし、うんうん、考えることを嫌がっちゃうともうそれはこう難しいかなとは思うから、うん、困ってもいいから真面目に考えてほしいかなっていう、うん、それが大事なんじゃないかなと自分は思います。そうですね、うん、私もそう思いますよ、うんうん、まあ、自分たちも別にねその先生というかその武田塾の中で塾の携わって、まあ、自分がもう10年やっぱ超えてきてるけど、まあ、言うてまだ10年とかで定年退職するぐらいまで働いてる方と比べればまだペーペーもペーペーなんで、ところでなるとやっぱね言うて先生だって人間だし、うん、そんな完璧な生き物じゃないからそのまあなので、多分今後もね困る質問いっぱい来ると思うんですけど、本当にいろんな質問来ると思いますね。まあ、全部がね、うん、完璧に答えられないんだけどそうもいかないんで、まあ、ただやっぱり一生懸命考えるっていうことは、うん、常にしていきたいとは、うん、思ってますしで、ね、この質問をしてくれた人も、そういう先生になってくれるといいんじゃないかなと、うん、まあ、まだね短い自分たちの先生の経験としての見解ではあるんで、もうまあ模範解答というわけじゃないですけど、そういう気持ちで自分はやっていきたいと思います。宮田先生もね、はい、で、まあ、そんなふうなことを考えてもらえればと思います。はい、今回は以上です。中森先生、はい、この背景は何ですか？ちょっとね、新企画のはい。背景としてですね、新しく、はい、設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていうシリーズ、はい、そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね、受験生にも、うん、ここから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、はい、おすすめですねこれは。そうですね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります。それはこちらですね、はい、最強のサイトですね。はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら。本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今いろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。